現在九州地方北部から雨の報告多くいただいておりますえ今日はですね日本海側ほど雨や雪降りやすい空模様ということでだんだんと午後にかけては止んでいくところ多くなりそうなんですが午前中は降りやすい空となりそうですさあ続いてのリポートを見ていきましょう今度は沖縄県島尻郡ハエバル町の方からいただきました 北西側に雲の切れ間がありますが雲の断面が見えて厚さが見えますめっちゃおもろいですといただきましたあ、おもろいじゃなかった面白いですでした <laughs> 勝手になんか関西弁にしてしまいました大変失礼いたしましためちゃおもろいですみたいなめちゃって書いてあったんでなんかおもろいになってしまいましためちゃ面白いですでした大変失礼いたしました <laughs> あのそうですよねこういった雲のね断面とかが見えるとうわーってこうね気持ちがねすごい感動しますよねお天気ねこういうなんだろう現象ってすごく不思議だなと 思いまますす太陽の高度とかかかりますからねでこっからですよこうやって空模様を見た時にそれをじゃあ後々データで確認してみようってなるとこっからここまでのその水蒸気量が多いから高度何千メートルまでこの雲の厚みがあるんだ何千メートルから何千メートルっていう実際に厚み のこの幅のメートルが分かり始めるっていうそうなってくるとよりワクワクっていうね <laughs> あの <laughs> おもろさが増えてくるんじゃないかなっていうふうにね思いますまずは見て感動してすごく気になったりしてそこからね何かつながっていくとまたねより発展していきますよねいやこういう現象に出会えるからね空ってね見上げてても飽きないなというふうに思いますねいや難しいんですけどもね難しいけど分かった時はね 感動するし面白いなと思います。はいということでここまでいただいておりましたリポート紹介していきました。